茨城県に私の工房があって、そこちらで知り合った住作さんの話なんです。その住作さん、明日の葬儀の支度を終えて、床に入って身を積もった。あれこれと雑用があったもんですから、時間は夜中の1時を回ろうとして、街中と違って畑があったり森があったり、ましてお墓に囲まれたお寺の中ですから、あたりはシーンとして物音一つしてこない。うつらうつら仕掛けていると、うちのわずかな物音がしたんで、あらーと思っていると、その音が次第に大きくなってきた。トト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 。足音がかけてくる。あらーと思ってると、その足音が部屋の前を通り過ぎて、あてなーと思って起き上がると、トト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 と足音が戻ってきた。スマを開けてひょいっと見ると、そこには四五歳の幼い女を加えて、明日また来るから、と言って、トトトトトとかけていって、闇の中に消えていった。翌日、お寺に小さな棺が届いて、それが祭壇に置かれた。住職さんは手を合わせてから、その中を確かめ。と、それは昨夜の女の子だったそうですよ。またある時は寝ていると人の気配でふっと目が覚め。気がつくと、そこには、欄干の M さんというおじいさんが正座していて、手をついて、丁寧にお辞儀をしながら、よろしくお願いいたします。と言って消えて、しばらくすると電話の音が来て、奥さんの声がして、奥さんが部屋にやってきたもんですから、ああ、檀家の M さんだね。って言うと、奥さんが、またっていう顔をしたんですよね。この歴史のあるお寺では、昔から、時々なんですが、葬儀の時に亡くなった本人が挨拶に来るんだそうですよ。まあ、そんなある日なんですが、その日は前から聞いた、朝から強い風と雨が吹きつけていた。住職さんはその日の勤めを終えて、床について、いつものように眠りについて。でも、夜中頃になって、ふと目を覚ました。相変わらず、外では激しい雨が降っている。聞くともなく雨音を聞いていると、その雨音に混じって苦しそうな息遣いがするんですよね。それは襖の向こうから聞こえる。どうやら誰かが部屋の前に来ているようなんです。いつもと様子が違うな。そう思いながらも住職さんは布団の上に起き上がる。ガタ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 。襖が少し鳴っている。そしてその襖が少しだけ開いて、そして、血に染まった赤い手が、ずーっと部屋の中に入った。驚いていると、今度は隙間から片方の目が覗いた。そして、カタカタカタっと、どんどん襖が開いていた。そこには片手で上半身だけでぐっしょり血に濡れた血まみれの男がいて、こちらをじーっと見ている。その時に住職さんは昼間に人身事故で列車が遅れたっていう話を思い出した。これはもしやこの人物かもしれんなぁと思っていると、その男は住職さんにずーっと手を伸ばして、ずーって座敷の中に入って、そしてどん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 こっちの方へ近づいてくる。さすがの住職さんも怖くなって逃げようと思うんだけど、腰が抜けたのか動けない。慌ててるもんですから、お経を唱えるのも忘れてるんですよね。ずーずーずー。なおもう男は近づいてくる。もう男は目の前まで来ている。ぐるるるるる。ぐるるるるる。と、突然電話が鳴ったもんですから、とっさに電話の方へ目を向けた。それでしばらく目線を戻すと、そこにはもう男の姿はなかった。しばらくすると奥さんが住職さんの部屋にやってきた。そして布団の上でふたんと腰を抜かしている住職さんを見ると、ああ、もう来たんですね。って言ったそうなんですよね。